めちゃめちゃ正面や。めっちゃ真正面に上がってる。めっちゃ綺麗。キレ。こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、私はですね、今香港に、来ております。はい、香港の中でもですね、香港島のいわゆる中心エリア、セントラルというところに今いるんですけれども、今日はですね、ちょっと香港で特別なイベントがありますということで、今日実はね、春節の2日目、旧正月2日目、日本でいう1月2日みたいな日でね、一応なんかなんやろ、こうチャイニーズニューイヤーを祝う花火が、ビクトリアハーバーで上がるっていうことでね、ちょうど30分40分後ぐらいに花火が上がりますんでね、ちょっと海沿いのそういう花火が、見えるんじゃないかなというところに今歩いております。全く確信はないです。ありがとうありがとう、カレパチャーハッピーチャイニーズニューイヤーっていう感じでございます。陽気ですね、皆さんいいですねということでですね、なので海の方に、ね、今歩いてるんですけども、なんかすごい人多いからこれみんなそうなんかなとか思いつつ、それは思い込みかなとも思いつつ、どうなんでしょうね。一応花火はですね、ビクトリアハーバーから上がるっていうことで、今ね私たちがいる香港島側からも見れますし、半島側チムサーチョイチムサーチョイの方からも見れますしということで、 両岸からね見えるはずで、多分この香港島側の方が人が少ないであろうっていう予想です。だからここに来たっていうよりかは、たまたまさっきまでこっちにいたんでそこに歩いてるんですけれども、なんかこの人の波を見る感じ、なんかそんな感じするな。みんななんか花火な感じがしておりますということで、若干ワクワクしてきました。はい、ということでね、20分間の間になんか2万発ぐらい上がるらしくって、なんかもう怒涛のドゥーンみたいな、多分そんな花火じゃないかなと思うんですけども、まあせっかくねこの旧正月っていうあんまり日本人が行かないアホな期間に旅行に来てますのでね、そういったイベントもちょっと楽しんでいきたいなと思っております。目の前にね観覧車が見えてます。なんかこういう海辺の公園っていうかね、なんちゃらスクエアっていうところなんですけれども、なんかいろいろイベントごとやったりとかね、そういうスペースが楽しいところのようです。このねベイエリアに来たらね、さっきまでいたセントラルとかのね、このビル群がすっごい綺麗に、わー綺麗、わー綺麗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 、観覧車が、はい、人混みになってまいりました。すんごいわ、ほらすごい、えらいことになっております。ちょっと気をつけていこうね。このね香港シリーズ見ていただいてる方はご存知なんですけども、昨日もね人混みに揉まれてまして、なんか新年パレードみたいなのをね見たんですけれども、今日も今日とてですね、うわーすげえ、めちゃめちゃ人おる、うわーすごいな、なるほどね。あーでもめっちゃこれはすごいわ、めっちゃ海開けてる。向こうのチムサーチョイのあっちの方向がすごく綺麗に見えますね。これはいいですね、いいですね。あのね、むっちゃ開けてるから、全然前の方とかに行けなくても見れると思います。わーいいやんいいやんいいやん、テンション上がってきた、むっちゃ楽しそう。でこちらなんかやってないイベント、観覧車がすごい綺麗ですね。はい、ということでね、どこに上がるかいまいちというか全く分かってない、多分皆さんも分かってないと思うんですけども、ここにしました。はい、一応なんかこう開けてて、いろいろこうビルも見えますよ的なところです。はい、ちょっとどこにどんな風に上がるかはちょっともう運ということで、ここで待機したいと思います。めちゃめちゃ正面や。めっちゃ真正面に上がってる。めっちゃ綺麗。やったー。最高。わーすごいなー。わーまさか香港でこんな
でっかい花火目の前で見れるとは思わんかった。感動やな。結構しかも割と高いとこまで上げてくれてるから、あでも見えるな。よかった。何が起きるんかと。めっちゃ楽しいやん。よかった来て。めっちゃ楽しい。切り替え早みんな。切り替え早。言ったかないやん。はい、帰ろう。めっちゃ良かったな。なんかこう陽気で良かった。あ、そう、なんか日本の花火大会で皆さん静かにって言って見るじゃないですか。みんなわーとかふーとかって言うから、めっちゃそれが良かったな。香港らしくてとても良かったです。あーいいね、めっちゃ良かったです。良かったわ、2月11日に来て良かったわ。正解正解。あー満足満足満足。あーずっとね、旧正月に香港来ちゃったんどうやんのやろうってね、結構まあ閉まってる店も多かったりするんでね、思ってたんですけども、回収しましたね花火で。昨日のパレードでは回収3割ぐらいしか回収できなかったけど、はい、花火はねほんまに良かったです。まあパレードもね楽しかったですけどね、雰囲気がハッピーニューイヤーでね、ちょっと感動してしまった。感動しました。花火はねすごく良かったです。日本国外でこんなん見れると思ってなかったんでね、むっちゃ良かったですね。いやーもう余韻冷めやらぬって感じなんですけどね、めっちゃ良かったですね。なんかね、ナビっていいよなーっていう安っぽい感想が出てきますけど、ええよなーっていう。今から対岸チムサーチョイの方にね移動して、ちょっとご飯食べたりお酒飲んだり、ちょっと夜景も追加で見たりしたいなと思ってまして、この、セントラルからね渡し船のフェリーがありますんで、スターフェリーチムサーチョイですね、降ります。なんか係の人がわーって言ってめっちゃおーって湧いたんで、なんやろうと思ったら、もうすぐ門が開きますっていうことやな。でおーっつって今みんなうわーって押し寄せてます。めちゃめちゃ押し寄せてます。押さないで、皆さん押さないで、ゆっくり行きましょう。気をつけて。わー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 、すごいな。うわーあーすごい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 。はい、でこのスターフェリーもね、オクトパスカードが、これが使えます。一応券売機がねこういうとこにあるんですけども、なんかね噂によるとすんごい並ぶらしいんで、券売機並ぶと、はい、カードがあった方がいいかなと思います。いろいろ便利ですね、やっぱりオクトパス持ってたらね。おお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 、我々まで通れます。めっちゃ怒ってる。なんちゃらかんちゃらって言ってる。ガッタン、もうダメですって言ってる。もうそんな走らな、乗られん。通してもらえたら乗れるんじゃない、さすがに。でもなんかちゃんとは数えてないかもしれない。あー、そやな。でもめっちゃ全然余裕っぽいけどな。おー、ということで船に乗ります。このね、香港島とチムサーチョイの方はね、もちろん MTR で移動するパターンが多いと思うんですけども、まあ、場所によったらね、こうやってフェリー使った方が、結果歩く距離を
減らせるプラス、しかもこうハーバービューを船から見れるっていう、結構いい体験ができるかと思います。ということで乗り込みました。どこ行けばいい、どこに行けばいい、席はないな、多分な。この後ろの方は見えるんじゃない、はい。船のね、船からの景色多分めっちゃ綺麗ですね、はい。香港島のね、キラキラを見ながらできたら乗りたいなということで、後ろの方にやってきました、はい。景色楽しみです。乗船15分、20分ぐらい、やっと動き出しました。いつ出るんやろうって、9時かな、9時も過ぎて、あれってやっと動き出しました。綺麗、これ綺麗な、うわ、これやっぱ後ろ取って陣取って正解やと思う。香港島がね、後ろに見えますんでね、うわー綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗や、わーいいね。見て正面も見て、前の方、わー前すごい、かっこいい、あの辺もすごい、この辺がね、セントラル今行ったとこですね。あっちの方もすごい綺麗、うーん、わー、そして今向かっているのがあちらのチムサーチですね。わー、着きましたね、着きましたね、すごいな、向こうすごいな、うわー、すげー、無事に上陸でございます。はい、最後岸にぶつかってシャーンってギリギリ水かからんかったですけど、危なかった、うん、あの絶対失敗してた、着岸ガーン言ってたもん、ジャボーン言ってたもん、あんなそんなことないよ、トーンにも隔離もちゃんと着きましたね。はい、関東の方に帰ってまいりました。我々的にはね、ちょっとこちらのチムサイジャーの方も引き続き楽しんでいきますよ。はい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 、実はね、このこっち側から香港島の夜景見るのは今初めてのタイミングなんですけどね、すごいな、いやまあ船から見えてたとはいえ、とはいえすごいよこれ、ほら見てください、うわー、ね、すごいな。港着いたところからね、こう海沿いを歩いてるんですけどね、ずっとこの対岸の香港島の夜景が見えるエリア、これすんごいな、すごいな、めちゃめちゃ綺麗、夜景綺麗、これはすごいわ、見応えあるわ、なあ、あーかっこいいしばらく歩いてきまして、アベニューオブスターズっていうところまでやってきました。ここはですね、こういうなんかモニュメントみたいなのがいっぱいあったりですとか、あとシンプルにもう香港島の夜景がえぐいほど綺麗ですね、すごいな、これが一番しっかりと見えるかもね、全体通してね、でもこの辺りじゃ、いやーすっごいな、それにしてもめちゃくちゃ綺麗、あーいやいや恐れ入りましたよな、これはあまりにも綺麗ですわ、夜景がもう綺麗、最高以外の感想はございません香港でね、この夜景系楽しみたい方はね、このアベニューオブスターズはむっちゃおすすめかと思います。なんかね、昼間に来てなんかいっぱいなんか銅像とかオブジェみたいなのがあるんでね、そんなんでなんか遊ぶもよしなんですけども、夜ちゃうかな、やっぱこの景色ですからね、何回も言いますが、夜、まあ昼も来てもいいけど夜も来てくださいという感じですね。いました、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 これに会いたかったんよ、ボタさん、かわいいよってやってますよ、かわいい豚さん、かわいいね豚かわいいね、あれが見たかった、あれだけ見たかった、アベニュー、アベニューオブあれで、なんちゃらオブアベニューで
華麗に隠してしまいましたけれども楽しかったので、フルかぶりで楽しかったのでよしです。はい、ということでね、ちょっとお腹が空いてきたりもしておりますので、ちょっとチムチャーチムサーチョイの街中の繁華街の方にね歩いていきたいと思います。チムサーチョイをね歩いておりますが、どこ歩いてもピカピカに明るいっすね。すごいわ。もうねお時間10時ぐらいなんですけれども、はい、すごい、はい、すごいっすね。明るっ、明るー、すごい、どこ歩いてもそんな、こんな感じですよ。さすが香港一の繁華街ですね。はい、ということで、なんかパブストリートみたいな、ところに来ました。はい、なんか飲み屋さんがたくさんあるという噂でございます。あー、なるほど。あー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。いいじゃないですか、いいじゃないですか。パブストリートは結局なんかお腹減ってることを考えるとあんまり食べ物ないなっていうことで、はい、普通にレストランにしました。はい、ちょっとお腹も満たしてね、ちょっと1杯だけ飲みたいと思います。ドリンクとまず1品目カレーです。やってまいりました。おいしそう。すんごいうまそうやな。はい、とりあえず乾杯しようかな。私はこちらです。ブルーガールビール。いいかな。すいませんね、カルさんはゆず茶です、うん、ね、ではめっちゃ正反対のものなんですけど、いただきます。うん、まっ、最高。涙出てきた。うん、まっ。染みるやろな、染み渡ってるやな。2万5500歩歩きましたよ、ここまで。そりゃ疲れるな。最高やな、一日の疲れが。最高やな。いや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 、カレーこれやばない。じゃあちょっとまずはちょっと具の部分いただきます。どうなんや。うまっ。美味しい。辛い。全然。めっちゃうまい。うん、めっちゃうまない。うん、超濃厚なスパイスカレー。うまやな。辛くないスパイスカレー。うん、うん、めちゃくちゃうまいな。ほんでですよ、こんなデカチキンが。おお、どうなんや。うまくいる。うまくいる。うん、うん、待って、うまっ。香港の飯ダントツで一番っすよ、これ。うん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 、めちゃめちゃうまい。何これ。とか言うけど、ちょっと待って、うますぎてちょっとびっくりしてる。幸せやわ。幸せやな、ほんまに。美味しい。さっきからこれしか言ってないけど、ほんまにうまい。そしてもう一つのライスヌードルって書いてたんで、米粉の焼きそばみたいなやつかな。なめっちゃ、でも、海鮮が、なんかエビとかいろいろ入ってますね。おぉ、じゃじゃ、いただきます。いただきますよ。うん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 、まあ、この店クオリティ高いわ。そういうことないな。うん、うわ、あれやな、ビーフンやな。うん、うん、これもカレー風味ちょっと、カレーではないから。
なんやろ。でもちょっと黄色めやもんね。うん、これも味しっかりしてるな。味しっかりしてる。ちゃんと味付けがしっかりしてるのかな、うん、うまいっていうの。めっちゃ美味しい。うん、にこれ。うまっ。両方めっちゃうまいっす。うん。全然パブよりこっちやわ。すまん。なあ、お腹酒も安いし。ねえ。ご飯もな、そんな高くないし。なあ、美味しい。当たり前やのになんか美味しいな。確かに、うまいな。炊き方かな、米の上手なんやな。めっちゃバサバサのやつあるやん。うんうんうん。じゃなくて、タイマンやけどめっちゃ美味しいご飯。ごちそうでした。最高や。お腹パンパンでございます。長い長い MTR に乗ってですね、牛頭角のホテルまで30分以上かけて帰るという形でございます。はい、チムサーチュイの辺に宿を取っていれば歩いて帰れたという感じですね。まあ、ただホテルのクオリティがその分下がるので、その辺は使い分けやな。うん。こちらの動画少しでも、役に立った、面白かったという方、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。ではまた明日ですね、最終日の香港でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。